はあ、ほう。焦れば命を落とす。エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかした。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。了解しました。ディフェンス行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。分隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういい、俺のハンジの元に向かえ。リヴァイ兵長、助けてください。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。どうしたバカ、おとなしくしてほしい。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請、急行します。リヴァイか、援護を頼む。まとめて相手して、おとなしくしてろ。行け。ハンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだが、この兵力での3回はリスクがでかすぎる。まとめて相手、すぐにハンジと合流しろ。了解しました。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。
止めよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか？まずきっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は他に見つけてあるしね。わーい、これで罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲大将を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいいが。奴ら小さいぞ。おまわりが効くな。おい、エルロ、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか？兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。やる。うおお、この大きさ素晴らしいね。これで飛行手だったら最高なんだけどな。飛行手ならここにいるだろう。どうして化け物、どうして化け物。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。連れてくるのは厄介だったね。合格は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。まとめて相手して早く。どうした化け物。
今だ、罠を起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえと。できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、
その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。